よし、やってやるぞ。やってやるぞ、三段ヘビー。三段ヘビーで、今日こそ主、ディアブロスを、めった打ちにしてやるんじゃ。めった打ちにしてやるんじゃぞ、あい。じゃっじゃじゃっぞ、あい。こっちから飛んで、そう、あいつの弱点は角だけど、角は最初硬いから、硬いから、どうすんだ。まずどうすりゃいいんだ。まず、麻痺弾とか打っとく。お前じゃないんだよ。お前じゃないんだ。人玉取りを一個でも多く取っていこうか。よーし。もうぶっ壊すのは他のモンスターに任せるか。そうしよう。とりあえず、まず角破壊。まずそこから。行くぞ。破壊し。開始。よし。鼓膜に穴が開きました。音爆は、音爆忘れている。でも、関係ない。麻痺しちまえ、そこで。麻痺しろ。して。いて。はい。めんどくさ。これで壊そう。はい、これで壊れてください。ほっ完璧。どっこいしょ、弱い。これでまずは、角を破壊していくスタイル。まずこれ、角を破壊しよう。まずな。まず違う、これ、鉄鋼榴弾ヘビーじゃないんだぞ。鉄鋼榴弾ヘビじゃないんだ。いって。鉄鋼榴弾ヘビじゃないんだ、これは。早くじゃ、お前、ちっとも回復してんだ。いやあ。よし。その壊して、その当たって。当たんねえ。回復がくれてないじゃん。やっちまった。開幕速攻やっちまった。アイテム持ってくんの忘れた。ひでえ話だぜ。こんなことがあっていいのかよ。せっかくの。なんか足りなくねえか。回復薬グレートないじゃん。回復薬グレート、あんなに作っといたのにもうないじゃん。よし、準備完了。さっきのはデモンストレーションだ。さっきのは完璧なデモンストレーションだ。大丈夫、今度こそやれる。俺はやれる子だ。俺はできる。俺はできる子だ。大丈夫。次の作戦を考えろ。次の作戦、三段を打ちまくるんだ。三段をな。三段撃つぞ。でもその前に鉄鋼榴弾撃つぞ。鉄鋼榴弾撃ってな。鉄鋼榴弾を撃っても、角が壊れないことにはもう話にならないから。マジで。ちょっと鬼人薬グレードも4個しかないんだけどな。もしかしてこれ鬼人薬グレード残り4個じゃねえか?もうないんじゃねえのか?いや、とりあえずな。とりあえず、まずは、あーまた!音響爆弾忘れた。右曲がり。シュッ!右曲がんないやんけ。直立、耳が、直立、ちょっと待って、お前、こっちやっとるやんけ。こっちやっとるやんけ。めっちゃセミ鳴いてんの、これ、モンハンの世界?あ、ちょっと待って、そこの、猿。そこの猿止まりなさい。止まってますね。でも、これで角を破壊しよう。これ角を破壊しよう。完璧だ。正面からって言ってるのに、真後ろじゃねえか。正面からビームを当てる。あ、いいんじゃないの?ちょ、待ってよ。正面から。これちょっと正面から一発当てよう。一発当ててからにしよう。こっから、あの一発。で、ここで、決まった。決まってない。このビザルが、どうすんだよ。まあ、いっか、角で、お前ちっとダメージ入ったろ。三段をしに行って、三段しに行くんだって。三段なんだって。あ、ここに穴あるやん。穴に入れよう。穴に入れようまずいな。穴に入れようはいろいろまずい。これ、こうして、ここだ。オッケー、あれ、歯が足りないんじゃないの?その辺のモンスターだったらこれぶっ壊すよ、すぐに。頭突き刺さって止まっちゃうのが、パワー足りないんじゃないの?はい、残念、当たりました。おお、お前全然大丈夫。え、お前大丈夫だっけ?大丈夫系スタイル。大丈夫系男子。回避の方法が全くない。あれ、待って、俺回避スキル作ってもらって。よーし。ってことは一緒だ。これ、頭部破壊する。角を破壊する。角を破壊するためにこれを撃ってん。これはあくまで弱点を出すために撃ってん。弱点を出すために撃ってん。回避する方法がないから真正面から受け止めるしかない、その愛を。すごいセミ鳴いてる。回避しろや。どうして、カキリムシ冬眠してる。セミがいっぱい鳴いてるから、お前セミ持ってきちゃったか、もしかして。セミ持ってきちゃったのか。しょうがないな。三段撃とう。よし。こっからお前三段バトルだぞ。ちょっと待ってくれ、これ、あ、ここで、
気づいたけど、これ向いてないんじゃないの三段。だってどうしようもないよ。こんなん。とりあえず撃った。撃て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 。切れるわ。あんだけ作ったのに。ちょっと待てってお前ちょっと今のまだ今良くないわ。良くないわ。風水的に良くない。今お前角突き立てたところ龍脈だぞ。マムタロトさん出てきちゃうぞ。ちょっと待ってお前。お前の攻撃全然何にも反応できないんだけど。ラグってるお前ちょっと。ちょっと 5G 入れてる？ディアブロスさんよ。5G 入ってっかお前。ダメだぞ。オンラインゲームやるのに。おいどーん！アイドーン！よし！お、泡も出てますね。これでいけ、全然当たらんやんけ。全然当たらんやんけ。いっちゃえ！いける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 。いける、こっときに、ドーン！カスあたり。まあ全然戦ってないからね。全然戦えてない。全然ダメ。砲三段撃つか。やっぱ鉄鋼榴弾撃つか。三段撃つか。三段のショートカットはあるな。あるな。オッケー、大丈夫。完璧だ。忘れ物どこしたことねえし。はい、とりあえずご飯食べて。働かざる者食うべからずってな、うちのばあさんがよく言ってた。まあ、結果そしたら、まあ、今の状況だと餓死する以外にないんだけどね。その言葉を信じちゃうとね。さあ行くぞ。この距離でもダメージが出る。そう、俺は射砲銃をつけてきている。あ、無理だって、お前どうなってんだよ、それ。どうなってんすか。ちょっと。また回復薬グレート10個持ってくの？また回復薬グレート10個持ってくの？三段で、ステップで華麗に回避しながら、あ、鬼人薬グレートいっぱいあるじゃん。華麗に回避しながら、三段を当てていくっていう、そういうバトルしたい。今私はね。主ディアブロス君聞いてた？聞いてた？そういうのやりたい。そういうのやりたいんだよ。ちょっと待ってて。今のところまだ全然、多分ダメージ入ってないでしょ。よーし。これ拾っとこう。よーし。雨釣りふむりも、雨降りつぶりもいることだしな。さあ行くぞ。ほら、移動と一緒に。なんでだよ！なんで、今だ！違うなぁ。今じゃなかったわ。ちょっと待ってよ。雨釣りふむり、雨降りつむりを使って、AT フィールドを作るからな。ちょっと待ってろ。危ない！完璧な回避として雨つみ、雨つみ、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 そうそうそう、そうそうじゃん。全然6ダメージだったな。雨つむり、ふむりが、なんだっけ、もうわかんねえわ。お前誰だ？ちょっと待てって、おー、ナイス。ナイス、雨つむり、ふむり。あっ！